左折専用車線を自転車で直進する方法。現在走行中の道、道路標識を見ると左折専用レーン。この先の交差点、直進したい自転車はどこを走ればいいのか。ロードバイクに乗ってる人、結構右車線移りがちだけど、自転車は原則キープレフト、左折車線の最後尾に並びましょう。路肩と車の狭い隙間をすり抜けるのは安全運転義務違反。信号が青になっても無理なすり抜け、追い抜きはせずに直進。信号は左折の矢印信号。直進する自転車は路肩によって停止線手前で停車。直進の矢印信号が点灯したら後方の安全を確認して直進。